最近なんか暑いよなさすがに春の着こなしだと暑すぎるし、かといって夏の着こなしだとちょっと気が早いような感じもするんだよなまあ結構迷うんだよなこの初夏の着こなしって。 と思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。冒頭の小芝居にもあった通り、結構ですね、この5月6月の初夏、どんな着こなしをしようか迷ってる方って少なくないかなと思うんですね。僕自身、クローゼット開けながら、もちろん暑いんだけども、ちょっと T シャツ短パンじゃ早いかなと思ったりして、結構この時期は迷うんですよね。ということで、今回の動画では、この初夏に向けたですね、大人のコーデ、具体的に3つご紹介してみたいなと思っていますので、よかったらさ 参考にしていただきたいなというふうに思っています。まあ、初夏と夏、やはりですね、使うアイテムも微妙に違うんですね。半袖短パンみたいなものは真夏の一番暑い時の着こなしなんですが、まあ、それよりはちょっと落ち着いた気温なので、まあ、この初夏だからこそ使えると便利なアイテムなんかもあるので、まあ、ぜひ皆さんですね、最後まで楽しみながらこちらの動画見ていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録、

はい、ということで、ここから具体的にですね、40代の大人の男性に向けた初夏コーデ、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、これが最もですね、僕にとってはよくやるコーディネートかなというふうに思っていまして、まずベースなんですけども、白 T を着ます。その上にブルー系のシャツを着るというのが、まあ、清涼感があって、大人見えするので、かなり使い勝手がいいんですね。これは皆さんにもお勧めしたいコーディネートですし、僕自身もすごく愛用しているよ、 ようなコーーディネートの一つなんですが、まあ、今回はは、まあ、白 T ででででであれば何もも基本的には構わないいいすす無地の,ものでもいいですし今回僕が着てるのはちょっとこう見えるかな。プリント柄の入ってるものなんですけども、そういったものでも構いません。手持ちの白系の T シャツを一番ベースに置いて、その上にですね、ブルー系のシャツ、第1ボタン、第2ボタンぐらいまでですね、開けて、少しリラックスした雰囲気で着るのが個人的なおすすめです。で、初夏で結構気温も上がってるので、長袖シャツの場合はこのように 腕をまくってあげて少し清涼感を出してあげた方がよりですね涼しげでまあ実際に涼しくもあるかなと思うのでおすすめしたいスタイルの一つかなと思っていますまあ、僕が今着てるのはこれグリーンレーベルの以前ですねご紹介したブルー系のシャツなんですけどもまあ、結構ブルーの中でもちょっと青みの強いものを持ってきてるんですがまあ、なかなかこれ清涼感があって使いやすい一枚かなというふうに思っていますまあ、サイズ感もですねジャストサイズというよりはシャツという小綺麗なアイテムなので少しサイズ感に許さ 下がががった方が体型ももううまままく隠せせすすしトレンンド感も出せるかかなななとと思思ののでバランスいいいいんじゃその他にも僕は結構こういったシャツいっぱい持っていましてブルー無地のシャツだったらもうちょっと明るい感じのこういったシャツでもいいと思いますしあとは意外とこうストライプ系のシャツみたいなものも使い勝手がいいのでこのあたりは好みで選んでみてください襟型も今着てるものだとかこちらですねレギュラーカラーと呼ばれるような一番ベーシックな襟型だったりするんですが、まあこっち こちらのようなバンドカラーも結構好きで、襟元がスッキリするので、このあたりも含めて皆さん検討してみるといいんじゃないのかなと思っています。そしてボトムスなんですが、こういったブルー系のシャツとかに合うのは、ブラック系のパンツ、これで間違いがないので、皆さん手持ちのですね、スマートアンクルパンツだとか、アーバンスラックスとかで合わせてもらってもいいと思うんですが、まあ、今回はですね、ちょっと同じブルー系のインディゴブルーのデニムスラックスですね、そういったものを合わせていました。今回使ってる色は、 ブルーとホワイトというですね、清涼感漂う色でまとめているわけなんですけども、僕は結構春夏はこういったデニムスラックスを履くことが多くて、今履いているものは自分のブランドソウのものなんですけども、まあ、正確に言うとデニムではなくてシャンブレーですね。インディゴブルーでちょっと薄めの素材感で、こういったものも初夏にはすごく使いやすいので、先日ご紹介したグローバルワークのデニムスラックスですね、ちょっと在庫あるかどうかはわからないんですけども、このあたりで代用してみるのもいいかなと思います。 もしこういったデニム系のスラックス持ってない方はもちろんブラック系のパンツだとかダークグレーのパンツなんかでも合うかなと思うので上半身はちょっとブルー系でまとめてボトムスはちょっと濃いめのインディゴブルーだとかブラックだとかダークグレーでしっかりと引き締めてあげるとバランスが取りやすいかなと思いますそして足元なんですが白レザースニーカーですねまあこういったもので少し軽さを出してあげるといいんじゃないのかなと思います 襟元から白 T が覗いているので、まあ、そことリンクをさせるという意味で、白系のスニーカーがいいと思います。まあ、ブラックのスニーカーでも合わなくはないんですが、少し重たく感じてしまうかなと思うので、足元はですね、ちょっと軽い感じのホワイト系を合わせてもらうと、まあ、結構バランスがいいんじゃないのかなと思います。この着こなしは非常に簡単かつ、大人っぽく見えるので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいスタイルかなと思います。僕は長袖シャツを腕まくりというスタイルはかなり好きなので、まあ、初夏だけではなくて、 夏場も結構やるんですね。なんだかんだで夏も暑いんですけども、冷房がガンガン効いてるような室内だと寒かったりするので、僕は長袖シャツを腕まくりしながら着ていたりだとか、まあ結構外は暑かったですので、シャツはですね、本当に暑い時には脱いで持ち歩けばいいので、まあ結構初夏だけではなくて夏場も使えるコーディネートなので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目の着こなしなんですが、今回の主役は上半身に着ているこのアイテムですね。いわゆる半袖ニットと呼ばれるものなんですが、まさにこの初夏にはですね、 バチッとハマるようなアイテムだと思っていまして、まあ、この時期すごく着る機会が僕も増えるんですけども、まあ、真夏だとやっぱりですね、半袖ニットだと暑いという時もあるかなと思うんですが、まさに初夏だとこれぐらいの感じがちょうどいいんですよね。T シャツに比べると表面の質感ですね、凹凸感があってニットならではの上品さが漂うので、大人の男性には特に似合いやすいです。30代後半から40代ぐらいの男性にはですね、もちろん T シャツ1枚のスタイルも、NG NG ではないんですが、このような半生のニット T シャツというのをうまく活用してもらうと着こなしが上品にまとまりやすいかなと思います。 今着てるものは、これは自腹でグリーンレベルで購入したものなんですけども、このライトグレーの色合いがすごく良くて、ホワイトとかも爽やかでいいんですけども、それよりはほんのりグレーミがかっていて、大人っぽく上品で、ちょっとこうトレンド感も漂うような色になっているので、まあ、この色合いと、あとはですね、サイズ感ですね。今着てるのは164センチ53キョで M サイズです。 ちょっと袖も長さがあって、身幅もゆったいです。まあこれぐらいの方が今のトレンド感には合ってますし、あんまりピチピチで着ない方がこのようなニット T シャツはいいかなと思うので、まあすごくいいサイズ感が最初から実現されているかなと思います。で、下には白 T ですね。これを着てあげて、少しだけ見せてあげるか、まあもしくはイン T だとかそういったインナーを着ていただいて、なるべくですね、白 T とかを見せないような形で首を長く見せるという着方もあるので、その後 あたりはお好みで選んでいただきたいなと思っていますで、ボトムスは先ほど変えていません意外とですねこのライトグレーの色味とこのインディゴブルーというのが非常に相性が良くてまあ、色々と先ほどパンツ変えたんですよねブラックだとかグレー系も履いてみたんですが結構このようなデニムスラックスが相性が良かったのでそのままこちらを転用させていただきましたもちろん皆さんの手持ちをデニムで代用してもらってもいいかなと思います 半袖の T シャツに比べると少しニットの感じがあって上品さも出るのでデニムでも決して子供っぽくはならないかなと思いますただデニムを選ぶ時にもなるべく色落ちはしてないようなクリーンなものを合わせた方がより相性がいいんじゃないのかなと思っていますそして足元ですねこれはですねまあ、好き嫌いがあるかなと思うんですが今回はグルカサンダルを持ってきましたこれ今季もですねビューティーユースで取り扱いのあるかなりですね使い勝手のいいグルカになっているんですがこれ去年 買っっったたたやつつなななんででですすすすけどもももかかかかりこれは使使いいいい勝勝手手がが良良シルエットもいいしなおかつ1本ずずバンドも細すぎず太すぎ太まで、あ、今年もですね、このような形で合わせてみました。まあ、足元が少しこういったトレンド感のあるようなものだと、おしゃれ感があって、すごく使い勝手もいいし、ちょっとグルカサンダルはハードルが高いよなという方は、先ほどご紹介した白レザースニーカーだとか、あとはブラック系のスニーカーだとか、そういったものを合わせてもらっても、もちろん相性がいいかなと思うので、 そのあたりは皆さんの感覚ですとか手持ちのアイテムに合わせていただければなと思います。このような半袖のですね、ニットの着こなしはまさに初夏を代表するような着こなしの一つかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、半袖のシャツですね。今着てるのはオープンカラーシャツなんですけども、まあ、これを軸とした着こなしも、やっぱり初夏には使い勝手がいいかなと思って、今回セレクトをしてみました。まあやっぱりですね、オープンカラーシャツいろんなブランドから出ていますが、気軽に買いやすくて完成度が高いのはユニクロで間違いないかなと思います。こちら今着てるのはオリーブのですね、オープンカラーシャツユニクロのものなんですが、これはですね、 切れば切るほどよくできてるなとですね、改めて実感してるわけなんですが、まあ、サイズ感も少し緩さがあって、トレンド感も程よくですね、ミックスしてあって、ユニコーン中でもこれは使い勝手のいい初夏アイテムの一つかなと思います。まあ、オリーブといっても、やぼったい感じにならないんですね。ちょっと明るめのオリーブなんですが、大人っぽく上質な感じもあって、人との違いも出せるというところでは、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。その下には相変わらず白 T を着てますが、これはライトグレーの T シャツだとかあとはちょっとボーダーのカットソーなんか入れてあげても根気らしさが漂うかなと思うのでそのあたりは皆さんカスタマイズしていただきたいなと思いますでボトムスは上半身がオリーブというちょっとやぼったさが感じなくもない色なのでそこをですねキュッと引き締めるという意味ではやっぱりブラック系のパンツがあるとすごく便利かなと思います今回合わせたのはグリーンレベルのオルマイージーパンツですね、まあ、シルエットが太すぎず細すぎずで使い勝手がいいのでこれを合わせてみました で、スニーカーも白系のレザースニーカーというところでは一足目と変わらないんですが、まあ、今回は少しスポーティーでカジュアルさを出すという意味で、ナイキのブレイザーローですね。僕にとってはこれ二代目になるんですね。一代目はもうガンガン使い倒してしまってですね、そこに穴が開いて捨ててしまったわけなんですが、まあ、やっぱりブレイザーローは一足必要だなということで買い足しました。ちょっとずつ汚れが出てきてこなれてきたんですが、まあ、このようなちょっとビンテージっぽさのあるスニーカーって、綺麗な状態を よりも少しくたびれてるるぐらいの方が雰囲気が出るかなと思うのでまあ、こういったものを今回合わせてみました。もちろん皆さんの手持ちのオールスタークップだとか白のジャーマントレーナーとかでも全く問題がないのでそのあたりで合わせていただくとか、あとは先ほど二つ目のコーディネートで出てきたグルカサンダーですね。そういったものを合わせた方が よりリゾート感が出せるかなと思うので、そのあたりはぜひ皆さん工夫をしていただきたいなと思います。やっぱりオープンカラーシャツって便利ですね。改めて着てみると、半袖で快適なんだけども、襟がついているので、一定の小綺れさが漂うというところは、かなり使い勝手のいいポイントになってくるかなと思います。色に関しては、今オリーブ着てますが、あとはユニクロのベージュもすごくいいですし、あとはブラック系もいいんですが、パンツがブラックだと、どうしてもブラックのオープンカラーシャツが重たく感じてしまう のでもし黒を着る場合は下はですねライトグレーだとかオフホワイトだとかホワイトのような明るめのものでコントラストを高めてもらえばすごく相性がいいんじゃないのかなと思いますまあ、今着ているオープンカラーシャツは初夏にも活躍しますしもちろん夏場にもですねガンガン着ることができるのでぜひお気に入りのものを選んでみていただければなと思っています いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画ではですね、40代の大人世代に向けてですね、初夏に使えるコーディネートをですね、3つご紹介させていただきました。まあ、主に重要になってくるのはトップスかなと思っていまして、今回ご紹介したのは、長袖のブルー系のシャツと、あとはですね、半袖ニット、そして、オープンカラーシャツですね。この3点があれば、結構着こなしの幅が広がるかなと思います。それに対して、ボトムスは、ブラック系のイージーパンツだったりだとか、あとはデニムスラックスみたいな ものもすごくアト便だしまあ、今回ご紹介しましたがホワイト系のパンツなんかがあっても春夏らしさというのが出るかなと思うのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねお手持ちのもので今日の着こなしをいろいろカスタムしながら楽しんでいただければなと思っています、まあ、ちなみに今回ご紹介した半袖ニットですとかオープンカラーシャツこのあたりはですね今はちょっとまだご紹介することができないんですがグリーンレーベルさんとコラボレーションして作ったものがめちゃくちゃいい仕上がりなのでそちらもですね今後の動画で楽しみにして いいただければなと思っていま,すまあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し、中級者向けのアイテムですとか、コーデントに関しましては、僕がもう一つ上してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですね、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段 なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースで、だいたい1分前後で読めるような記事をですね、僕の方では毎日投稿をしています。また僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくださっていますし、参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができて、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しむようなコミュニティになっていますので、気になる方は、動画の下の概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。 以上、スタイリストの大山新でした。また次回の動画もお楽しみに。